からのことなんだけど、まずオーリンからヒナの痕跡を取り戻したい。そのためにみんなの力を借りたいんだ。もしもオーリンの言うことがデタラメだったらお役目を果たそうってあの時にヒナと話した。石になってもあれはヒナだ。せめてマナの木まで送り届けてあげたい。確かに魂の石と呼ばれるものであるなら巫女のお役目を果たせるかもしれませんね。しかしどうしようか。この広い世界で誰かを闇雲に探すのは難しいぞ。オーリンはイルージャ島に行くって言ってた。イルージャ島？それは都合がいいかもしれないにゃ。イルージャ島はマナの木がある島だにゃ。つまり巫女の旅の目的地だにゃ。島へ行くためにはデッティの大絶壁を越えなければなりません。視察で訪れたことがありますが、高い壁です。それならジャック豆を使うんだにゃ。あれは巫女の一行に託す習わしになっているにゃ。こいつはすごいにゃ。大木のように立派なツルが伸びんだにゃ。ジャック豆があれば壁を越えることができるにゃ。ほんなら早行こう。オーリンからヒナの痕跡を奪い返してる。災いを広げないようにヒナさんを取り戻したら、私たちもすぐにマナの木へ向かった方がいいでしょうね。光と闇の巫女はどうしようか。まだ選ばれてないみたいだにゃ。都に来たら王宮で待ってもらうよう声をかけておくにゃ。マナの木から戻ってからまた送り届けるよ。往復ぐらいわけないさ。ヒナの痕跡を取り戻して巫女のみんなを送り届ける。それが僕の魂の守り人のお役目だ。行こう、イルージャ島へ。ヒナ、これでいいよね。ひょっとしたら過去の巫女の中にヒナのような思いを秘めてマナの木へ向かった者がいたかもしれないにゃ。バルたちは喪失を乗り越えられるだろうかにゃ。それとも何か別の道を。あ、何ですか父さん。いや、もう一つ話があるのをすっかり忘れてたにゃ。みんなにうちのお店のご利用方法を教えるにゃ。この先厳しい旅路になるはずだからにゃ。しっかり鍛えてから出発するにゃ。改めてイルージャ島を目指そう。まずはデッティの大絶壁ってとこへ行くんよね。ええ、大絶壁はエリスタニアからアーブ穀倉地帯を経てドゥラ峡谷を抜けた先にあります。大絶壁は守護獣人たちによって守られています。世界にとってとても大切な場所ですから。獣人ってことはモートリアの仲間？そうだ、ティアナから魂の守り人が選ばれるのと同じくエテラナ出身の優れた武人たちが守護獣人に任じられている。みんなが協力してマナの循環を守っているんだ。僕たちもしっかり継いでいかないとね。この先も頼むで、魂の守り人様。アーブ穀倉地帯は世界の人々の食糧庫とも言える広大で豊かな土地です。かつてはこの地をめぐり戦が絶えなかったそうです。アーブ戦争って言うんだよね。ヒナがそれについて書かれた本を読んでたよ。ヒナさんはいろんな本を読んでいたのですね。ドゥラ峡谷に入ったな。ここは太古の姿を保った土地だと聞いたことがある。生息する魔物も手強いはずだ。気を引き締めていこう。怪我してもヒナが治してくれるから大丈夫や。
ごめんな、つい。いや、いいんだよ。怪我をしないようにしなくてはな。ひなさんに心配かけないように頑張りましょう。重さも感じますね。こんな時までハルミナは真面目やな。女王はいかに多くの人々がここのために尽力しているかを知っているからな。レッディの大絶壁は守護獣人たちが守っているが、彼らを支援しているのはエリスタニアなんだ。まずはここを治めている守護獣人長に挨拶をしましょう。巫女の皆様、魂の守人様、無事に到着されて何より。お待ちしておりました。お久しぶりでございます、守護獣人長守部様。こたびは女王としてではなく水の巫女としておいでですね。貴殿がウンディーネ様に認められたことを我々も誇りに思います。それと久しく感じなかった月の精霊の気配が。はい、蘇った月の大精霊ルナより指名を受けました。モートレアと申します。ルナ様が復活されたとはこの上ない吉報である。エテラナの者として月の巫女が再び選ばれたことは喜ばしい。はいはい、うちは風の巫女です。これまでに多くの風の巫女を見送ってきたが、貴殿からはとりわけ力強い息吹を感じる。女神様も貴殿のもたらすマナをお喜びになることだろう。ほんまに？
お世辞でも嬉しいわ。して、火の巫女はどちらに？あの、火の巫女は…そうか、ティアナから巫女が選ばれなかったか。火は噴火し、大地を焼き、風、荒れ狂い、翼あるもの地に落ちる。水は濁り、生命は死に向かい、月、時乱し、命あるもの理性を失う。各地に伝わる災いですね。土の村ギッドや、かつてのエテラナのような滅びを、今度はティアナが迎えるのだろう。マナが世界を巡るように、災いもまた巡っていくのだろうか。そういえば、エテラナの悲劇は災いの話とはどこか違う。もうトレアは気にしいやな。ルナも復活したんやし、心配せんでええんちゃう？早く痕跡を取り戻さないと。ここにオーリンというガイア族の人は来ていませんか？エリスタニアの使者とミコの一行以外でここを訪れる者はおらぬよ。そうですか。まだ来ていないのか、身を隠して通ったかですね。我々も早くイルージャ島へ向かった方が良さそうです。それならば早速ジャック豆を植えようではないか。グロリオサ、ジャック豆は聖なる言葉と共に芽吹く。その儀式を執り行うのが我々守護獣人だ。貴殿らの支度が整ったら砦の裏に来るがいい。豆は植えた。あとは水をやる。それでは始めよう。頼む。目覚めよ、大地の精霊よ。その息吹を呼び覚ませ。巫女たちを大絶壁の先、イルージャへと導きたまえ。大地の力が失われているのか。どういうことでしょう。4年前、土の巫女の魂はマナの女神へ捧げられなかった。それ以来、ここ大絶壁の近くでも植物や木々の成長が良くない気がしていたのだ。大地の恵みを得られず、まるで草木が悲鳴を上げているようだ。海を挟んだこの地にまで影響が出ていたのか。ということは、もしかして豆の木、これ以上大きくならへんってこと？どうやってイルージャ島に行けばええの？この大絶壁、登るとしたら何日かかることやら。困りましたわね。手立てはある。土の大精霊ノーム様の力を借りることができれば、大地も息吹を取り戻すであろう。大精霊の力か。土の村ギッドは滅んでしまったが、大精霊はまだ村の近くにいるかもしれないな。そっか、エテラナもそうやったもんね。月の大精霊ルナのように出会えることを信じよう。土の村ギッド、もしかしたらライザネーもどこかにいるかもしれない。ヒナ、ごめん、もう少し待ってて。ギッドへは自由都市ツァルタから船で渡れるはずだ。みんなすぐに向かおう。土は腐り、命あるものは石となる。果たしてギッドに大精霊の加護は残っているだろうか。ここは離れずの大橋ですね。変わった名前やね。大昔の英雄がこの橋で愛する者に誓ったそうです。それが
離れずの大橋の呼び名の由来にもなっているとか。たとえ離れ離れになっていても心はつながっている、そんな思いが込められていると父さんに聞いたな。目を閉じればきっと触れ合える。離れずの大橋、とても響く名前だね。私も母のことを思い出すよ。大昔の英雄も、うちらも、これまでここに来た人らも、みんな同じ思いでこの橋を渡ったんやろな。長い橋やったな。エテラナの何倍やろ。長さも驚きですが、古さもすごいんですよ。離れずの大橋が作られたのは、大昔の英雄が生まれるよりもさらに昔のことだそうで。はあ、もうどれだけ昔なのか想像もつかへんわ。大陸の東に住む優美人と西に住む人間とが友好的な関係を築くことを願い、土の民ガイア族が橋を架けました。私たちがこうして土の大精霊ノームに会いに行けるのも、ガイア族とこの橋のおかげということだな。お、新顔さんだね。ようこそ自由都市サルタへ。その名の通り、自由に思うがまま楽しんでいきなよ。3分で立ち去る？それとも死ぬまでここで暮らす？何をどうするか、全部君たちの自由だよ。勝手気ままな町ザルタ。しかし、たった一つだけ掟がある。それは、己の財産を所有するべからず。服、食べ物、家、とにかく何にも持たないこと。なかなか興味深い考え方か。ここにあるのはみんなのもの。身一つで飛び込めば得られるものも無限大。服はお下がり、家は日替わり。剣が折れりゃ店から借りて、船が壊れりゃみんなで直す。一応船はあるみたいだね。ギッドに連れてってもらえないか聞いてみよう。あら、あんた魂の守り人やない？ギッドが滅んだからもうザルタには寄らんもんやと。あなたこそドラゴン族の人ですよね。ドラゴン族はロングレンから出られないって聞いたけど。そうやろ、うちのことも珍しいやろ。巫女にでもならんと外には行けへん掟やしな。でもうちどうしてもマナの女神様に会うてみたくて、行商人を脅し手伝ってもらってロングレンを逃げ出したんや。え、今脅したって言った？手伝ってもらったんや。でもな、いざマナの木行こうとしても大きな壁あるし、あそこ守ってる獣人たちに追い払われるしで散々でな。村に帰るのも大変やしで、流れ流れてザルタや。でもここはええとこやで。うちが着てる服も評判ええしな。あんたもザルタに住むのどうや？その服かっこいいから着てみたいわ。僕は船を貸してもらいたいんだ。土の村ギッドに行かなきゃならなくて。船はザルタの人にしか貸せないっていう決まりがあったりするのかな。別に誰でも船使ってええで。ただなあ、あんたも巡り合わせが悪いわ。少し前からな、あの海に変なことが起きてるんよ。変なこと？あの海、見た感じは普通やろ。でも船で渡ろうとするとな、目の前に巨大な波の壁が出て行く手を塞いでしまうんよ。あれのせいで誰も海を渡れてないんや。
そんな。まあある日いきなりああなったんや。いずれそのうち収まるやろ。そのうちなんて待っていられないよ。困ったな。ひとまずみんなにこのことを相談してみよう。バルも一緒に踊ろう。カリナは踊りがうまいんだな。行商の旅で見かけたどの踊り子よりも華麗だよ。モードリアがそこまで褒めてくれはるなんて意外やな。もっと踊って見せちゃおうかな。モードリアさんもカリナさんもあんなに笑ってるところは初めて見ました。僕もそうかも。サルタに寄らなければ見られたかったかもしれませんね。息抜きになっているみたいで私も嬉しいです。そういえばお任せしてしまってごめんなさい。ギットへ向かう船は見つかりましたか？それが船はあったんだけどさ、波の壁が現れるから海は渡れないらしいんだ。巫女の一行よ、マナの木は土の大陸ユトゥーナにあらず、何故に海を渡ろうとする？あなたは？持たざる民にも名前はある。我が名はグリフ。グリフさん、我々は土の村へ行かなければならないのです。海を渡る方法はありませんか？何者をも阻む波の壁、我らに打てる手立てはない。おとなしくマナの木へ向かえという女神の意向ではないか？そのマナの木へ行くためにノームの力が必要なんです。だからギッドに向かわないと。ほう、とうとう大絶壁をも越えられぬ事態となったか。それならばもはや巫女など不要ということかもしれぬな。そんなはずはありませんわ。巫女が向かわなければ各地に災いが訪れてしまいます。共に滅びを迎えるのも道なのではないかな。巫女の命を代償に流らえる世は是とすべきか疑問が残る。でもこれまでの巫女がついてきたから今があるんだ。それが間違いだなんて僕は思いません。巫女はあらゆる集落で偉大なる役目だと崇められている。しかしここは自由都市、どんな考えを持つも自由なり。魂の守り人よ、汝はどう思う？魂の守り人として巫女をどう考える？魂の守り人として何時の役目とは何だ？僕の役目は巫女を守ることです。でも巫女をどう思うかなんて。巫女ってどういう存在なんだろう。巫女を捧げないと成り立たない世界なんて、オーリンも似たようなことを言っていた。でも僕はそもそもこの世界のことを何も知らないんじゃないか。僕はもっと世界を知りたい。バルミナ、大丈夫？風に当たりに行こうか。ありがとう、そういたします。それならば岬へ行ってみるがよ。あそこは人も少なく見晴らしも良いからな。何か聞こえませんか？あそこだ。呼んでいる。おい、パルミナ。パルミナ、どうしたんだよ。しっかりしろ。
私一体ごめんなさい、立ちくらみでしょうか。立ちくらみどころじゃないよ、危うく落ちるところだったんだから。声が聞こえたんです、悲しそうな女性の声が。僕には何も聞こえなかった。でも波の壁は見えたよ。きっとあれのせいで船が使えないんだ。私は波の壁は覚えていなくて。戻ってカリナさんやモートリアさんと話してみましょう。グリフさんから聞いたぞ。パルミナはまだ調子が悪そうだな。ご心配をおかけしました。岬の方で不思議なものを見かけてしまいまして。まあんま無理したらあかんで。宿でも借りてぐっすり休もう。波の壁とやらについても調べなくてはならないな。パルミナが休んでいる間に町で情報を集めてみるか。このメロディー、さっきの。昔々の王子様、海の向こうの姫様と神殿で踊り恋をした。ああ、素敵な語り出しやん。続きは？恋をして二人はどうなるん？何でしょう、ふと頭によみがえった一節なのです。この続きは分かりません。それやと神殿で踊っただけやん。岬で聞いた歌と同じようなのです。バルさん、これって波の壁が出た時のだよね。ひょっとして壁が出ることと関係があるのかもしれない。そういえばサルタの近くにも神殿があったな。タト神殿ですわね。ここから西へ向かった海岸沿いにありますわ。ねえみんな、タト神殿に行ってみようよ。何か分かることがあるかもしれない。そうだな、行動こそが未来を開く。明朝支度を整えて出発しよう。魂の森人よ、タト神殿は呪われているという噂だ。加えて魔物どもが救う危険な場所だ。困難な道だからって閉じこもるわけにはいかないんです。僕たちには果たすべきお役目があるから。今はまだあなたの問いにしっかりした答えは出せないけど、前を向いて進むってあの時に決めたんだ。ここの掟は、己の財産を所有するべからず、すべてが共有のものであり、何時らに託しても惜しむものなし。これは火の力を宿した精霊器、サラマンダーキャンドル。かつて英雄が女神から授かったとされた代物である。遠く離れたティアナ村に祀られていたものが巡り巡ってここサルタまで流れ着いた。ナンジラにかけた火をこれで補うがよい。ありがとうございます。呪いに負けずこの困難を乗り越えてみせます。健闘を祈っている。